どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube ではセンシティブ扱いされることをバンバン話しているので、ここで話すと動画を削除されたりチャンネルをバンされてしまうからです。YouTube で言えない内緒の話がニコニコ動画では見放題。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。さてさて、今回追加した動画の内容を少しだけ紹介します。武士道で422名ものイギリス水兵を救った男、工藤俊作艦長。立派な人がいたもんだ。それに感謝し続けてくれたホール卿も立派な人物よね。うむ。感謝だけでなく、日本を擁護してくれてたしな。すごい人がたくさんいるな。本当はもっといるんでしょうけどね。GHQ にないことにされちゃってるんでしょ。だろうな。さらに悪い奴を英雄だったようなことにもしてそう。現代でも手口は変わらないものね。BLM はジョージ、フロイドを英雄にしてるわけだし、あれも何十年か経ったら、本当に英雄だったみたくなるのかもな。坂本龍馬はグラバーに使われてただけ説とかもあるしね。坂本龍馬ねえ。司馬遼太郎とか他にも何冊か読んだけど、確かにピンとこないんだよな。結局何したの、みたいな。大政奉還のアイディアを出したとされてるけど、かなり眉唾な気がするわ。剣の達人で人柄がいい設定でなんとかしのいでる感があるよな。本当に立派な人だったらこんなこと言ったら申し訳ないけど、今回の工藤艦長の話も結構長い間隠されてたらしいしね。歴史は闇だらけね。工藤艦長の話みたく隠されてたのが出てくるのは事実なんだろうな。東条英機閣下が悪いやつとか、ユダヤ人は迫害されてかわいそうとかみたいな定説になってるのって、調べると結構嘘ばっかりだったりするよな。しかも大抵の場合は、誇張どころか麻薬だったりするわよね。怖い世の中だわ。続きはニコニコ動画でね。